こんにちは、池ちゃんです。今日は日産のレンタカーを借りています。普段は私会社員と YouTuber をしていて、もうめちゃくちゃ忙しいんですよ。それで疲れすぎてもう体が重いので、今日は都内を1日ドライブしてリフレッシュ会にしたいと思います。まずは私の趣味のサウナに行きたいと思います。もう予約をしていて、で前にも動画にしたことがあるところなんですけど、新しいところに行こうと思ってます。六本木なんですけど、レンタカーを借りてからそこに行くまでちょっと1時間くらい空き時間ができているので、一旦この都内をドライブ練習します。私なんか微妙に運転が上手くなくて、結構ちょこちょこ危ないところがあるので、ゆっくりめに都内を運転してから六本木のなんか適当な駐車場に駐車します。今回運転するのはこちらの日産ルークス。よし、じゃあ行きましょう。まずは行き先のない旅をしましょう。おー、東京走ってる。日比谷ため池さんの方。お、六本木ヒルズや。いい、車がいっぱい走ってるよ。でも意外と東京の方が車が多くて進みが遅いから行けるかもしれない。私はまだお昼ご飯を食べていないので、ちょっとご飯食べれるところ、駐車場があるところを見つけたら即入りましょう。皇居に来ました。え、私初めて渋谷から皇居まで来れるの？どうしよう、めっちゃ怖い。今は東京ミッドタウン前です。ちょっと混んでるな。たくさん入った。めっちゃ高いけど、もうここしか六本木空いてないからここに入ろう。全然タクシー乗ってる方が安いじゃん。地下じゃん。いや、ここまで時間なくてよかった。ちょっと駐車場が遠すぎて、サウナまで 700m くらい歩くことになってます。これだったらさ、全然近場からタクシー乗った方が安いんだけど、駐車料金が高すぎて、レンタカーを借りたことで余分にめちゃくちゃお金がかかっている。ここが一番近いと思ったけど、さすがに見たことないって、この値段は。この六本木交差点からすぐ近くのサウナにやっと着きました。遅刻してるんで早く行きましょう。ここが私がもうずっとずっと来たかったところです。運転さすがに怖すぎたけど、ここにやっとたどり着いて満足。こちらが120分で2万8000円の高級サウナです。早速入っていきましょう。はい、というわけでサウナに入っていくんですけど、もう運転したくないって。だってもうこのまんまさ、六本木でご飯食べて、もう渋谷に早く返したい、あのレンタカーを、っていうくらいちょっと動画外で怖い運転がちょこちょこあって、もう本当に運転したくないんだけど。ではこのアウフグース行きますか。おお、こっから風が吹いてる。で、ロウリュウ。絶妙に忙しすぎて全然寝れてなかったし、仕事がありすぎるので、今もマジめっちゃ気持ちいいです。ニートしてた時よりも気持ちいい。サウナ後はシャワーを浴びていくんですけど、私ヘアケアがすごく苦手で常にシャンプー難民だったんだけど、最近とてもいいものを見つけました。私の髪はとにかくツヤが出なくて、すごく乾燥しているように見えるんです。ずっと自分に合うシャンプーが見つけられなかったんだけど、今回用意しているこちら、メグラのオーダーメイドシャンプーです。13個の質問に答えるだけで約7万通りの組み合わせから自分にぴったりのヘアケアを届けてくれる日本初のパーソナライズヘアケアなんです。ボトルに自分の名前が書いてあって特別感。サロン向け商品を作っている会社と共同開発をしているので、プロ仕様の商品を自宅で体験できるだけでなく、香りもすごいいい香りなんです。私はその中でもオーシャンという香りにしました。香りロック機能がついてて一日中いい香りが続きます。ここで使っているスカルプリフトブラシ、これとても良かったです。ブラシが頭の形に沿うようにカーブしているから、しっかりと密着して使うととてもスッキリします。リフトケアにもなるから、マッサージすることでどんどん美女が良くなる気がします。ハイパーリンクセラムはノンシリコンタイプで、指通りも変わるし、すごくサラッサラになります。中身が空気に触れない生ヘアミルクなので、最後まで新鮮な状態で使えます。4分放置した後にブローします。ヘアオイルは好きなタイミングで使えるんですけど、私はドライヤー後の仕上げのツヤ出しとして使ってみました。ハイパーリンクセラムで髪を内側から補修し、外側のダメージはオイルでケアします。今日1日めっちゃいい気分で過ごせそう。何にもセットしないのにこんなにサラ
ラサラなのすごすぎない？こちらのメデューラはサブスクがあります。定期の回数縛りや解約料はなしで、ウェブ上でお休みや停止の手続きが簡単にできるし安心して使えます。さらに美容カウンセリングっていうサービスもあって、美容の専門家に直接髪の悩みを相談できるんです。髪の悩みや商品の使用感を伝えると、さらに自分に合う処方が届くようになります。いつでもぴったりのシャンプーが使えるようになります。終わり。2時間あっという間ということで、あっという間に2時間のサウナが終わりまして、これからご飯をやっとやっと食べに行きます。もうドライブはしたくない。六本木周辺でご飯食べます。豆腐ろう8巻盛り合わせ午前、いただきます。なんでサウナの後ってこんなにご飯が食べたくなるんでしょう。平日の仕事終わりもどんなに疲れて帰ってきた日でも、ご飯だけは食べたくなりますよね。この海鮮にもアルコール合わせたいところなんですけど、今日の私は初めて都内を運転している日なので、お酒は飲めません。初めての都内の運転はあまりにも駐車場がなくて、とても苦い思い出になりました。ちなみに東京で一番高い駐車場は10分600円の渋谷だそうです。1時間3600円は高すぎる。日本全国で見ると、沖縄の那覇にあるローソン首里城前のパーキングが一番高いらしいです。なんとそのお値段20分3000円。だけどローソン利用客は入国30分無料らしいので、良心的ですよね。完全にコンビニ利用客に向けた駐車場。さらに都会だと最大料金の設定がなかったりするので、行きたい場所の他に駐車場の場所も調べておかないと東京は運転ができないなと思いました。この後都内のドライブスポット、例えば豊洲の方とかいろいろ回ろうと思っていたけど、意外と私の運転技術が低くて疲れてしまったので、今もうほぼ16時ですけど、帰宅しようかな。もう返却するか、なんか家でゆっくりしたいな。そうしよう。はい、ごちそうさまでした。外に出ても今日の私の髪サラサラすぎない？戻ってきましたね。よし、じゃあ行きますか。ちょっといろいろ回りたかったんですけど、東京の運転怖いのでもうさっさと返します。六本木ヒルズの駐車場はこんな風になったのか。雨も降ってるな。雨も降ってるし、暗くなってきたから交換しましょう。渋滞してますね。タクシーに乗る。ということで、やっとやっとお家に帰ってきました。無事故安全運転。今回のレンタカーは借りるだけでだいたい1万円かかっていまして、でサウナは28,000円、駐車場に約3,000円。もうちょっと遠くまで運転したかったんですけど、東京の運転あまりにも怖すぎて、もう家帰ろうという風になりました。なのでこんな早々に自宅にいます。まあでも最近忙しいし、もう今日はゆっくり寝ようかな。髪も頭皮からしっかり洗えて、なんかすごく気分がいいし、今日はお家でゆっくり寝たいと思います。なので最後のお知らせになるんですけど、こちらのシャンプー&リペア、ハイパーリンクセラムとヘアオイル、スカルプリフトブラシ、私がすごくメリハリ気に入ったので、今回はみんなにもこちら使ってほしくて、特別イケちゃんコラボ記念セットをご用意しました。豪華特別パーフェクト5点セット500個限定。単品の合計価格だと 25,797 円のところ、なんとなんとこの動画の概要欄からいきますと、約 77% オフ、初回 5,940 円でこちら購入できます。さらに今なら送料も無料です。シャンプーは5種類から選べて、ヘアオイルは私が選んだライトの香りがついてきます。概要欄からのリンク限定なのと早物勝ちになるので、気になっている人はぜひ早めにチェックしてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。